はい、皆さんこんにちは、せんちゃんです。今日は日曜日、5日参加するですね。今日は私お仕事はお休みかお休みないちょっと見たいですね。今日は朝からタイのお姉さんはパクシーとかたくさんのとって、ちょうど中1時までした。そしたらベトナムも来て、野菜の買いにして、そしたら私もね、お金だけじゃないですね。あげるも嬉しい。もらおれも嬉しい。今日は本当私お客さんの応援です。今日は本当の嬉しいこと皆さんに教えたいですね。今日はベトナム、インド、タイ、ネパール、私の野菜の分けてくれないかって。私うオーケーほあどうもありがとう。パクシー言うたら近くして、いやもう近いよ。顔も近く、あの人顔は、はい、おいしい、これパクシー、パクシー、あ、これは日本語カブカオプ、あ、ベトナムありがとうは、あ、カムウンヨン、カムンよ。はい。カムン。ラオス語はコプチャイ。コプチャイ。あ、ラオス、シンチャオ、スバイリ。サバイリ。サバイリ。サバイリ。はい。ありがとう。コプチャイ。コプチャイ。コプチャイ。サバイリ。コプチャイ。オーケー。オーケー、オーケー、バイバイ。シンチャイ。はい、今日はお昼は私の好きですね。パパヤはタイのお姉さん持ってきて、そしたら甘い魚とイカはベトナム来て、ご飯食べたらまたインド来た。これです。パクシーわ、パクシー、どこパクシー、おお、きれい。Facebook にやってるからありがとう、バイバイ。はい、今日は本当私の楽しい嬉しいの一日です。友達も野菜のもらって買えた嬉しくて、私も嬉しいです。お金買いだけじゃないですね、あげるも本当楽しいです。あとで私また夕方野菜100円準備です。今はほうれん草は、わーお、ほうれん草です。今からほうれん草の中核100円出す準備。真ん中はちょっとヒレは足りないかな。一番ここはすっごいヒレくて、それ本当ね、綺麗で無農薬です。一回も薬も振ってないですね。もう寒いかったかな。もうこんなすごい、見て綺麗、こんな綺麗、こんな感じ。今私ここね収穫して綺麗くて皆さんに見せたいです。こんな感じ、わー、今からほうれん草毎日収穫楽しみです。こんな感じ。今日は日曜日、一日楽しい一日です。友達もたくさん、いろんな友達も来ました。皆さん、今日は以上です。最後まで見てくれて、コメントまでありがとうございます。